どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は ANA のステータス特典とはというテーマでお送りしていきたいと思います。 ANA の上級会員の、ね、サービスを徹底解説ということで、 ANA にはねブロンズ、プラチナ、ダイヤモンド、3種類のステータスが分かれております。実はですねこれ以外にも、上級会員のステータスっていうのはスーパーフライヤーズカード会員、さらにミリオンマイラープログラムっていうものがあります。ですが今回はこの3つに、フォーカスしてねお送りしていきたいと思います。スーパーフライヤーズ会員、プラス、ミリオンマイラーとですねこの3つの上級会員になるための方法っていうのもまた別の動画ねお話ししていきたいと思いますので、まあ、今回はね3つのステータスの特典について解説していきたいと思います。でこの動画ではね ANA の上級会員と言われるステータスについて解説していきたいと思います。ANA のステータス特典とは、各ステータスの特典を紹介していきたいと思います。ANA のステータスの特典とはということで、まあ、本来ですね ANA のステータスとは、普段 ANA、スタイランスグループの飛行機をよく利用するために、するためよく利用する方のために用意された特典となっております。まあ、私もですね昨年 SFC 修行をして ANA の、ね、上級会員になって、今現在この真ん中のプラチナ会員ではいるんですけども、まあ、私はですね基本的に飛行機をですね、まあ、半年に1回、まあ、2、3ヶ月に1回ぐらいの頻度で利用しております。ですので、まあ、この普通にね仕事プライベートとかを含めてですねこの利用して ANA の飛行機を利用して、利用してこのプラチナ会員になるっていうことは基本的にありえないんですよね。ですので、まあ、SFC 修行とそういう上級会員になるための、修行をしてねこのプラチナ会員になったという経緯であります。まあ、本来は ANA スタイランスグループの飛行機をよく利用される方のために用意された特典となっております。それでは一つ目からね ANA ブロンズステータス、まあ、この額面が茶色で私結構かっこいいなと思うんですけども、一番最初ブロンズステータスから紹介していきます。まああの特典としてはですねすごいたくさんあるんですね。ですのでまあ詳しく知りたい方はちょっと一時停止してね見ていただけたらなと思います。で ANA のブロンズステータスの一番の特典っていうのはこの赤字にした ANA マイルからスカイコインの倍率が 1.7 倍が適用ということで、まああの SFC 修行とか検討されている方で ANA マイルからスカイコインに交換して、修行費用に、ね、当てたいという方はこの ANA マイルからスカイコインの倍率 1.7 倍が適用されますので、ぜひね利用していただけたらなと思うんですけども、 SFC 修行を始めないとこのブロンズステータスにも到達しないので、まあブロンズステータスにね到達した方は、そこからねスカイコインに交換した方が、倍率が上がりますので、そういう意味でねおすすめとなっております。で次はプラチナステータスです。でプラチナステータスになると一気に、得点がね一気に増えます。でこの私、まあこちらも本当に個人的な見解なんですけども、 ANA プラチナステータスの特典で、まあ、メインでね私が紹介したいなっていうのが赤字にしております。優先チェックインカウンターの利用、手荷物受け取りの利用、まあこちらは、飛行機に利用する際ですね手荷物を預けますよね。その時に、出てくる順番がね早くなります。まあ特に、まあ、国内線だったらまあそんなに変わらないのかなと思うんですけども、特に国際線ですよね、本当に早く出てきます。これが普通会員と、プラチナ会員だと結構差が出ますので、
で次に、専用保安上の検査の利用ですね。まあ、こちらはまあ場所は限られてはしまうんですけども、一般の会員の方とは別の、ね、保安検査場を利用できます。優先搭乗の利用、こちらはですね、搭乗時に、案内がありますよね。このグループの方、このグループの方みたいな感じで、搭乗開始しますけども、プラチナステータスまで保有すると、優先搭乗が利用できます。ですので、一番最初が、お子様連れ、その次にダイヤモンド会員、その次にプラチナステータスという順になります。で次に ANA マイルからスカイコインの 1.7倍、こちら先ほど説明した通りです。で、次に ANA ラウンジの利用、これが大きいですよね。 ANA ラウンジの利用ということで、国内線国際線ありますよね。国内線の ANA ラウンジの利用は基本的に、こちらのプラチナステータスを保有している方、もしくは ANA、プラチナプレミアムカード、年会費8万円プラス税金のクレジットカードを保有している方が、この ANA ラウンジの、ね、国内線が利用できます。しかしですね、 ANA ラウンジの国際線を利用する場合は、 ANA の、プラチナ会員、プラスですね、スーパーフライヤーズ会員、もしくはビジネスクラス、プレミアムクラスと、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスと、ビジネスクラス以上の航空券を持っている方のみ、国際線の ANA ラウンジは利用できます。ですので、プラチナステータスを持っていると、エコノミークラスを予約した場合でも ANA ラウンジ国際線も利用できます。まあ、もちろんプラチナステータスの場合は ANA ラウンジ国内線も利用することができます。まあ、注意していただきたいのは、 ANA、プラチナプレミアムカードを持っていて国際線を利用したする場合に、入れると思っていた国際線の ANA ラウンジは入れません。まあ、こちらエコノミークラスの利用時は利用できないという感じになります。ビジネスクラス、プレミアムエコノミー以上の搭乗券を持っている方は ANA ラウンジが利用できます。次に、国際線特典航空券の空席待ちの優先ということで、まあ、ANA マイルをね、貯める動画、貯める方法ということで、このチャンネルでは今結構連日でね、紹介してさせていただいてますけども、特典航空券っていうのは、まあ、利用する先が結構先だったら、まあ、空席が結構あって利用しやすいんですけども、じゃあ今から本当に1ヶ月後2ヶ月後とかの国際線の、人気路線、ハワイ、ニューヨークですとか、まあ、ヨーロッパもそうだと思うんですけども、こちらを利用する場合ですね、やはり席がね、枠がありますので満席になっていることが多いんですよね。その場合、空席待ちというものをします。まあ、キャンセル待ちですよね、簡単に言えば。まあ、私も、スーパーフライズカード取る前に、ニューヨークに2回ほど、空席待ちをしていきましたけども、ビジネスクラスですね、基本的に結構埋まってます。ですが、まあ、平会員で、まあ、特に私の場合ニューヨーク路線を利用していますので、私個人の見解だと結構空席待ちをしている場合でも落ちてきます。私2回3回ぐらい空席待ち入れましたけども、3分の2で空席待ち落ちてきましたので、まあ平会員の方でもね、まあ利用できなくはないんですけども、まあプラチナ会員を持っていると、一般の会員の方が空席待ちを、まあ、1番1人目で入れたとしますよね。その場合2番目にプラチナ会員の方が空席待ちを入れたとしますよね。まあ、本来はその平会員の後ろに待つのが普通なんですけども、この特典っていうのは、その何人待っていようが、平会員の方より先の空席待ちにごぼう抜きみたいな感じで入るんですね。
まあ、10人待っていて全員平会員だった場合は1番目に行けますっていうのが国際特典航空券の空席待ちの優先っていう特典ですね。まあ、私はですね、まあ、東京ニューヨークによく利用しますので、この特典が1番って言っていいほど、欲しかった特典ですね。まあ、ANA ラウンジの利用もとてもありがたいんですけども、この国際線特典航空券空席待ちの優先っていうのは本当にありがたいサービスだなと思っております。じゃあ次に、ダイヤモンドステータスですね。 ANA の、ステータスが一番上となっております。で、ANA ダイヤモンド会員になるとさらに、特典が増えます。で、ANA プラチナ会員との、差でね紹介していくと、 ANA ラウンジがプラチナ会員の時は利用できましたよね。ですが ANA ダイヤモンド会員になると ANA スイーツラウンジが利用できます。まあ私の動画でもね ANA プラ、スイーツラウンジの動画を上げておりますので、実際のね中の様子はそちらを見ていただけたらなと思うんですけども、まあちょっとね今現在はちょっとわからないんですけども、私が去年10月に利用した時は ANA スイーツラウンジもすごい混雑してたので、正直、利用は したんですけども、本当に1時間も滞在しないぐらいで、ティアットラウンジの方にね移動しちゃいました。というのも本当に混雑がすごくて、私はちょっとシャワーを浴びたかったので結局ねティアットラウンジの方に移動しましたけども、まあ、ANA スイーツラウンジは本当に何つか高いお酒もあれば豪華な食事もありますし、まあ、時間帯によってはレストランとかもありますので、そういう意味ではねとても豪華となっておりますので、このスイーツラウンジが利用できるっていうのはこのダイヤモンド会員の特典となっております。プラスして、コンシェルジュラウンジの利用、さらに、国際線手数料の免除で、次にですねこれです、マイルの有効期限がなし。これはですね基本的に ANA マイレージっていうサービスはマイルを取得してから3年間の間だけ有効なんですよね。だから3年以上マイルを保有するとそのマイルは失効しちゃうんですね。まあなくなってしまうということですね。それが ANA ダイヤモンド会員になるとなくなります。これすごいですよね。まあ永久的にマイルが保有することができるということですね。だから毎年 ANA ダイヤモンドステータスを、ね、保有している方はマイルが減ることは一切ないんですね。まあ失効することがないということですよね。で、最後はダイヤモンドメンバー選択肢特典となっております。で、この ANA のステータスに、取得するとですね ANA で上級会員になると同時にスタイアランスっていうグループの上級会員になるんですね。まあゴールド会員ということで、まあ ANA だけじゃなくてね他の航空会社でも上級会員になります。で全ての、ね航空会社で上級会員になります。どうです、この数の、航空会社の上級会員になれるんですよね。っていうのはやっぱりすごくないですか。まあこの中に ANA もあります。エアカナダ、エアチャイナ、ユナイテッド航空、シンガポール航空とかもあります。すごいですよね。まあこれが、ANA の上級会員になるとですね全ての航空会社で上級会員の扱いをしていただきます。まあ、特典自体はですね、まあ、その航空会社によってある程度あるんですけども、まあ、一律で決まっているのはどの航空会社を利用してもその航空会社のビジネスラウンジですね、ラウンジが確実に利用することができます。まあ、仮にユナイテッド航空を私が今利用した場合は、ユナイテッド航空のラウンジがね利用することができます。まあ、これってやっぱりすごいですよね。まあ、あの ANA が就航している、場所をね利用する分には
ANA のラウンジをね利用すればいいと思うんですけども、もし ANA ラウンジがないところでも、まあ仮にユナイテッド航空のラウンジがあればそこを利用できる、シンガポール航空のラウンジがあれば利用できるということになっております。まあこれはやっぱりすごいですよね。私もまあこのために SFC 使用と、したって言っても過言ではありませんので、ね、いかがだったでしょうか。まあ、今回は ANA の、ね、上級会員の、特典についてね紹介させていただきましたけども、次回はですね ANA 上級会員になる方法について紹介していきたいと思いますので、よかったらねまた見ていただけたらなと思います。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。